ハンムラビ法天使長部に彫られたシャマシュとハンムラビ。シャマシュがハンムラビに王権の象徴である和と棒を与える場面。シャマシュはメソポタミアの太陽神。シュメール語ではウトと呼ばれる。シャマシュはアッカド語で太陽、ウトはシュメール語で太陽、または日の意。シュメールにおける現初の5都市のうち、天から与えられた4番目の都市しっぱる。 他、ラルサにおいても、年神を担い、両都市に、神殿、エバッパルを持つ。シュメール人は太陽白色と見ており、エバッパルは、白く輝く神殿の意を含み別名、白い家とも呼ばれていた。元来は、女神とされていたが、悪ドのシャマシュに、シュメールの鬱が取り込まれてゆく、信仰過程で、性別が反転しよがに変化していった。日の出とともに、 マシュさんのそばにある東の門から現れ、すべてを照らしながら、天空を横切り、夕方になると、西の門より、天の奥へと帰り一夜を過ごすと、翌朝再び東の門から現れるという。その姿は、肩から太陽光線を放つ、長い髭を蓄えた、長い腕の男性として描かれる。シャマシュのシンボルは、バビロニアでは四棒星に四束の波状線が、組み合わされたもの。 アッシリアでは、有翼日輪、または太陽円盤が一般的。シャマシュは、シュメールアッカドにおける数多い神々の中でも特に、天空のヌ、大地のエンリル、深淵のエアを見柱とする、大いなる神々の序列に属する有力な神の一角であったとされる。偉大でありながら、人間にとっては、身近な神であり、古代メソポタミアでは、守護都市であるラルサと、 しっぱるを超え広く崇拝された。それは、シャマシュが多様な神格を宿していたことに由来する。太陽神として日輪の恵みをもたらす一方、破壊的な力の化身でもあった。彼の手に握られた武器は、太陽の持つ灼熱と暴力を象徴し、メソポタミア周辺の異民族を従え正義を取り行う太陽神の中に戦士としての一面を備えていたという。 ただし古代メソポタミアでは月を暦の基準とした大陰暦を採用するなど月の方が太陽より優位にあったため序列自体は高くともエジプトの太陽神ラーのように国家神として重要視されることはなかった。そんなシャマッシュは基本的には優しく善良な神であったとされる。第一にシャマッシュは正義を司る法と裁判の守護神として崇められ、 真実と正義の主、天と地の裁き主、運命を決する法などの天命で呼ばれていた。バビロニアでは、シャマシュより、ハンムラビ法廷がハンムラビに与えられたとされる説話も残されている。第二の神格は、少女を守る神。ここで言う少女の守護神とは、冥界神と同義であるが、冥界神といっても、罪人を裁くためにある、いわゆる地獄にいるような、 恐ろしい神のことではない。諸説ある古代メソポタミアの宇宙観の中で有名なものに世界を天、地、地下に三分し、地下をさらに深淵と地下世界に二分したうちの最下方、そこに死者が行き着く場所を排していたというものがある。明快は生前の行いの良し悪しに関わらず、死者となれば皆一律に行けなければならない暗く乾燥した世界であるが、 シャマシュはそうした冥界を照らすことで、地上を脅かす、地下世界の悪霊などを制御すると信じられていた。冥界の処例に起因する疫病や災悪からの救いを願う赤土偶の祈祷が、シャマシュに最も多く捧げられていたのはこのためである。概要で触れている通り、シャマシュは夜を西の果てで過ごすというが、一説によればその場所がまさに、冥界であった。 夜になると明界を照らして、少女を守る一方、昼には地上を照らし万物を見通すとされた。第三に、万物を見通すシャマシュは占いを司るとも言われる。シュメールにおける、主な占いの方法は、動物の内臓を観察。特別にと殺された子羊などの肝臓や腸、時に、肺や胆の色形や、腫瘍の有無などを見分し、吉祥を占うというものである。 肝臓占いは、より高度になりつつ、バビロニアでは、先星術や、気象学などがベターとなっていった。イシュタルとは、双子の兄弟。イシュタルの姉にあたるエレシュキガルトも兄弟であるが、双子ではない。他に兄弟とされる、アダド、アムルなど数名の神々においては、諸説ある。ハイグー神は、アッカドにおける赤月の女神や,や、女祭児は、ギルガメシュの母ニンスン。 子供は、シュメールを名表に売ればメスキアグがシェルだが、ルガルバンダジョージ氏では、エンメルカルガシャマシュの巫女という称号を得ている。また、火の神、ヘンズルサグを設けたとも言われる。神々の序列は、必ずしも一貫しているわけではなく、いわば形成過程にあり現存する系譜は、未完成である。故に矛盾点も多く統一性に欠けるが、 主に、シュメール系統とアッカド系統に分けることができる。以下、代表的なもの。実践は、親兄弟、転戦は婚姻関係、は女神であることを示している。アッカド系統アヌを中心とした系譜。アッカドの伝承因悪者シュはアヌ、またはエンリルの息子とされる。アダドを除く同列7名が前述した展開の、大いなる神々であり。 彼らが全員、アヌの子供であったとする説では、シャマシュとエアは、イボ兄弟のような関係が成立する。また、アッカド5系パビロニアの創生神話、エヌマエリシュによれば、世界にはまだ大地がなく現初のマミズアプスとタイコの、海水、ティアマトの男女神が混沌と混ざり合っていた。その中から、アンシャルとキシャル、アヌなどの神々が誕生した後、アヌが単独で敗退したエアを、 はじめ続々と新しい神が誕生したらしいことが述べられている。シュメール系統エンリルを中心とした系譜。シュメール語系のシャマシュは、癒しとアンザンの月神神と足の女神ニンガルのことされる。エヌマエリシュとは別の創世神話によると、始まりは天地が分かれておらず原初の海南部女神のみがあって、そこから生まれた天の女神アヌと地の女神木の結婚で、エンリルが生まれ、 宇宙生成、人間創造、文明樹立の舞台が整ったとある。セム系統上記の系譜は、シュメールの伝承がセム族に引き継がれていったもの。シュメール系統のように、あの時から誕生したエンリルが真を生み、シャマシュが生を受けたという出自は、共通しているものの、イシュタルとは、兄弟で亡くなっている。古代オリエントの人名には、神名が織り込まれていることが多く、 例えば、シャムシアダドは、アッシリア王に多かった名前で、シャムシアダド一世、シャムシアダド五世などが知られている。またシャマシュシュムーキンは、エサルハドンからバビロンに封ぜられたものである。シャムスは太陽を意味するアラビア語系、また、ペルシアで普通に用いられる名前の一つ。ヘブライ語でいう、太陽、シェメシュを含め、シャマシュと同語源である。ヘブライ語の、シムショーン。 シムシャーなども、この派生形である。シャンマー種は、シナゴーグの管理人、またハヌッキーヤーの中央にある灯台の名称となっている。シャマ種は、各神話においても、太陽神として描かれ、ルガルバンダジョージシや、エタナ物語、ウトナピシュティムの大洪水伝説、イナンナの冥界下りなど、複数の物語に登場するが、 メソポタミア神話全体で見ればさほど目立つ存在ではない。その活躍は書版によってある程度まで加減されているが、シャマシュについて最も多く研究されているのはギルガメシュ女児史一つに限られる。主人公を助けるという重要な役としてたびたび登場し、それは同じ立ち位置であるエタな物語よりも大胆に描かれている。主な活躍のシーン。 主人公ギルガメシュとその親友、エンキドゥが、フンババの住む森へ行けレばノンすを持ち帰るというので、ギルガメシュに旅の加護を与える。ウルクの長老たちは、シャマシュを、あなたの神と呼んで遠征の無事を祈り、ギルガメシュに、花向けの言葉をかけて送り出した。ギルガメシュが旅の途中で見た夢には姿を変えて現れ、エンキドゥが言うには、シャマシュがギルガメシュを守ってくれることを表す吉武だと、 言う。予感の通り、シャマシュは、フンババ戦で、ギルガメシュとエンキドゥに、励ましの言葉をかけて後押しし、強い風を起こして援護するなど、フンババ征抜に一役買った。ギルガメシュとエンキドゥが、天の大牛を退治した際、ギルガメシュは、シャマシュにその心臓を捧げ礼拝した。後に聖牛退治の剣を受け神々がエンキドゥの死を、定めると、シャマシュは、 その採決に最後まで反論するが判決が翻る,ることはなく、無情にもエンキドは死の呪いを受け病床に伏せることとなる。死に恐怖し、気持ちが不安定になったエンキドに、シャマシュは、野人から人間らしくなれたことや、ギルガメシュという友を得たことなどを述べ、エンキドの心を落ち着かせた。エンキドの死後、シャマシュは、ギルガメシュと共に手厚く、葬儀を執り行う。 親友の死に直面したことで、精神変化が起き、不死気球の旅に出るというギルガメシュを見て困惑した、シャマシュは、お前はどこまでさまようのかと問い、続けて、お前が求める生命は見つかることがないだろうと悟した。また、序児史本編から独立した別のエピソードで、ギルガメシュが、冥界の穴へ落としてしまった私物を、エンキドゥが取り戻しに向かう、というものがある。 冥界へ降りるエンキドゥに、ギルガメシュは、冥界でしてはならぬことを教えるが、エンキドゥはそれらを守らなかったために、冥界から帰れなくなってしまう。このことで、ギルガメシュがエアに泣きつくと、シャマッシュは、冥界の天井に穴を開け無事、エンキドゥを救出した。反発と、対立神々の会議は、アヌンナキと呼ばれる神々が、エンリルの神殿、エクルに集い行われる。 アヌ主催の最高議会である。ギルガメ主女自身においてエンリルは、こうした厳粛な会議の場において、エンキドゥの死を定めたが、この時シャマシュは次のように抗弁する。私の命令によって、彼らは、フーンババと生牛を殺したのだ。それなのになぜ、彼らのうちどちらか一人が死なねばならぬのか。これを聞いて激怒した、エンリルの答えは、実に簡潔かつ感情的であった。 それは、お前が日ごとに、彼らの仲間であるかのように振る舞うからだ。事実、シャマシュはギルガメシュが杉森へ遠征に行くという申し出を、承諾し、旅の加護を与えながら、シャマシュ自身も直接、踏んばばに攻撃している。人寸が、あなたはなぜ、息子に、このような休まることを知らぬ心を与えるのか、なぜ息子なのかと問い半ば諦めるように、 かつ寛容に遠征の成功を祈願していたことからも、ふんばば聖罰がギルガメシュ自身の強い要望ではあったとはいえ、一連の動作を先導したのはシャマシュであったという見方もできる。半身でありながら、常に人の側に立ち、神々の秩序に反したギルガメシュの行為は人間からすれば英雄的であったが、秩序を乱された神々からすれば、 幸福を与えるのは至極当然のことだった。それを弁護するシャマシュは死すべき存在にあまりにも近づきすぎている。それがエンリルは気に入らないとして間接的に咎めたが、シャマシュはそれ以降もギルガメシュに対する態度を変えることはなかった。神と神が反発し合うのは決して珍しいことではない。シャマシュとエンリルの場合も同様に親族同士の対立がここに描かれている。 見送りの心情ギルガメシュが不死気球の旅に出る際、その旅立ちを唯一見送ったのはシャマシュだった。お前が求める生命は見つかることがないだろう。シャマシュは単にお前には無理だと言ったのではない。シャマシュはギルガメシュを思いとどまらせようとしている一方、旅の決意を確かめてもいるようである。だが、困難が待ち受けていると知りながらまだ引き返せる。 段階で与えられたシャマシュの弁明という逃げ字を迷わず立ち先へ進んだギルガメシュをシャマシュがどのような気持ちで見送ったのかギルガメシュ女子は答えない。個人神とは自分一人だけを守ってくれる神のことを指し、シュメールでは古くからその存在が大切にされていた。個人神は普通、名前も知られていないような会の神、あるいは冥界神がその役につき、 第三者から、誰それの神、当事者間では、あなたの神、我が神といった呼ばれ方をして、生涯にわたり祀られる一方を、死後の対象がタブーを犯せば、厳しく罰したり見捨てたりしてしまうため、自身の運命を良き方向へ導く、現世利益ために、個人神とうまく付き合うことは重要であった。愛を注いだ者、ギルガメシュ女自身におけるシャマシュの位置づけ、 ないし性格や心格は、ギルガメシュに対する、こういった、個人神としての性質に近い。ギルガメシュを特別に気にかけ庇護するという、一貫して、彼の意志を尊重した振る舞いがほとんどだからである。正義の神としては、この世の善悪と呼ばれ、恐れ得られる、ふんばば性罰への介入に、占いの神としては信託を占う場面にそれぞれ、乱すことはできるが、 冥界神という面に至っては全く触れられていない。宗教的な面よりも強調されているのは、やはり個人神としてのシャマシュだった。二人の関係の始まりは、ギルガメシュの誕生時にまで遡る。シャマシュはギルガメシュを見めうるわしい容姿に仕上げ、自分の作品をめでるかのごとく過剰とも言えるかを与えていく。ギルガメシュ自身も、父である。 ルガルバンダに対してよりも多くの捧げ物をし、重要な場面で祈りを捧げる相手は、シャマシュの他にいなかった。こうしたシャマシュの加護は、物語の枠を超え、冥界に降りたギルガメシュに冥界神としての剣能を授けるなど、ギルガメシュが生きている間だけではなくその死後にまで及んでいったと伝えられている。なぜシャマシュが、 個人神らしき側面を用いたのか、ギルガメシュの死後についたのかといった理由はつまびらかではないが、二人が密接な結びつきを見せていることは理解に耐えやすい。より端的に言い示すならば、ギルガメシュはシャマシュに愛されたものとあるため、つまるところ、シャマシュはギルガメシュを愛したものと言える。ユーリーは輝く、白いという意味も含む。岡田。 小林 P121 ファラシツドの神明表を整理したバビロニアのパンテオンではおよそ3300の神明が確認済み。岡田、小林 P51 大いなる神々イコール運命を定める天界神7名冥界神2名。岡田、小林ピアニッシも10から11シャマシュの他に存在したとされる古代メソポタミアの太陽神は 南の太陽にぬるた、夏の太陽ネルバル、春の太陽まるどクの3名。岡田、小林 P120、ノコギリ状の剣を携えていたらしい。池上 P65 神々は、明快と地上を自由に行き来することを禁じられていたが、シャマシュに限っては例外であったということが示されている。シュメール名をシェリだとする、光の女神。岡田、小林 P121、 池上 P176 しばしば、ニンフルサグと同一視される、シュメールの法上神。池上 P184 夢の解釈については、諸説ある。古い書では、あなたの命令によってと、訳がつく例もあったが、これは語訳であるとされている。シャマシュをギルガメシュの個人神として位置づけたとされる具体的な、言及箇所は、杉森への遠征に際しうるくの長老たちがシャマシュの、 ことを、ギルガメシュに対して個人神であることを示すな、あなたの神と呼び、ギルガメシュ自身もシャマシュを、我が神と呼んでは、頻繁に祈祷や薬物を捧げていた部分にある。ありがとうございます。